3分でオペラとイタリア語。今回はゼータをゼータ、Z について話していこうと思います。L'opera lirica è la lingua italiana in tre minuti. Oggi parliamo della Z o Z? Ok, andiamo, ragazzi. Vincerò!イタリア語では Z、ゼータには何種類かありました。ルネッサンス時代、もしくは以前にラテン語で PT、CT と書かれていたものが音声学的に発音を正確に書き記すことを目的として変化して Z となったもの。コンチェプティオ、コンチェプティオネ、コンチェツィオネ。アクティオ、アクティオネ、アツィオネ、アツィオネ。もしくは1500年から1600年代にかけて、もともとラテン語式に C もしくは CT と書かれていたものが、当時の作家や言語学者たちの手によって Z もしくは WZ に変化させられたものがあります。ナティオネ、ナッツィオネ。ラテン語で T だったものが単純にイタリア語では Z で表記されるもの。ティウス、ツィオ。ゲルマン語の Z に由来するもの。ザッフォ、ザッフォ。アラビア語の S に由来するもの。タサ、タッサ。ね。スッカルが、スッケル、ね。今挙げてきたゼータは濁りません。濁りません。なので言語学的には、ツィオもツッケロ、オジも砂糖も濁らないゼータで発音されます。そして、ペルシア語の Z に由来するもの。バザール。ね。バザール。濁る。アラビア語の Z から由来するもの。ザフラン。ザフェラノ。ね。ザフラン、ザフェラノ。ギリシャ語のゼータがイタリア語の Z に変化したもの。ゼフィロス。ゼフィロ。ゼフィロ。この三つは濁ります。濁ります。なので基本的、ほとんど、もともと言語学的に Z で書かれたものが Z になった場合には濁ると考えて結構です。もう一つ、一目で理解する方法としては、半身、いえ、いよ、の前に発音される Z は濁らないことがほとんど。パチエンサ、グラチエ、ほとんど。まあ例外として、アジエンダのようなね、ソノーラ。濁ることもあります。L の後に発音される Z も濁らないことがほとんど。ベルゼブ、エルゼビロ。ね。なので、トスカのベルゼブ、言語学的には濁りません。頭に発音される Z は濁ることが多いです。設備語の Z、濁りません。何々アンザ、何々エンザ、濁りません。濁るか濁らないか、ゼータもはっきり使い分けて発音していきましょう。3分でオペラとイタリア語。今回はゼータについて話させていただきました。チャオチャオ。